主人様。はい、先ほど研究所からお戻りになった和彦様からお洗濯物を預かりました。ご主人様、何かご用ですか？ここの掃除はもうすぐ終わります。ご主人様、ご用件は？それでは掃除を続けさせていただきます。ご主人様、何かご用ですか？ここの掃除はもうすぐ終わります。ご主人様、
ご用件は。そうですか。それでは掃除を続けさせていただきます。ご主人様、何かご用ですか？そうですか。ご用の際にはいつでもお呼びください。ご主人様、何かご用でしょうか？はい、和彦様にご指示を受けて調理しております。和彦様は研究所です。料理ができたら食べに戻るとおっしゃっていました。わかりました。ご主人様、どうかなされましたか？しかも私がやるより全然綺麗だから、やることないなって。
それじゃあ寮に、私はお片付けしちゃってから部屋に戻るね。ご主人様、はい、先ほど研究所からお戻りになった和彦様からお洗濯物を預かりました。和彦様はまた研究所へお戻りになられました。何か和彦様にご用がおありでしょうか。伝言がおありでしたら私から和彦様にお伝えいたしますが。ご主人様、ご主人様、何かご用でしょうか。はい、和彦様にご指示を受けて調理しております。和彦様は研究所です。料理ができたら食べに戻るとおっしゃっていました。わかりました。ご主人様、どうかなされましたか。
どうかしたの？よろしくお願いいたします、ご主人様。ねえ、皆さん、授業の内容なんかは大丈夫なの？はい、ご主人様が学ばれている勉強の内容でしたらデータとして入っております。はい、おはよう、リョウ、ミュウちゃん。おはよう、ユズちゃん。どうしたの、リョウ、そんな変な顔して。あれ、その子誰？ユズさん、ご主人様のお友達でいらっしゃいますね。はじめまして、森崎里乃と申します。うわ、ご主人様だって。なんか変なの。ゆずちゃん、どうしたの？なんか複雑な顔してるけど。あ、なんでもない。はい、わかりました。はじめまして、森崎里乃と申します。これから約2週間と短い間ではございますが、皆様どうぞよろしくお願いいたします。